どうも、沖田ゆきです。お願いします。さあ、今日語る映画は、シティハンター。出ました、ナイスもっこり。25日からネットフリックスで配信開始されました、ネットフリオリジナル映画、シティハンターね。もう公開前からめちゃくちゃ話題になっとってさ、あの冴羽亮が令和で実写版として蘇るっちゅうことでね、主演の鈴木亮平さんの再現度っていうのがもう予告編の段階からすごい話題になっとって、僕あの配信開始される前に東方シネマズ新宿で、あの試写上映みたいなのしとって、ネットフリックスさんにね、あのご招待いただきまして、ありがとうございます、ネットフリックスさん大好きです。映画館でね、一足お先に見た後に配信開始されてからね、また家で配信版も見たんですけれども、いろんな意味でというか、まあ、いろんなところがもっこりと盛り上がっている映画なんだけど、まあ、シティハンターといえばね、北条司先生によって1985年に週刊少年ジャンプで連載されていた大人気漫画ですけど、いや原作読んだことないのよ、シティハンター。全く知らなくて、だからどんな話かも知らんし、というかジャンプなんだよね、シティハンターって。もうそこがちょっと俺の中で意外でさ、あ、そういえばシティハンターってジャンプかと。なんかジャンプっぽくないじゃん。友情努力勝利っていう作品ではなくて、ハードボイルドのかっこよさとアダルティーなギャグを TM ネットワークのゲットワイルドが彩ってるってイメージが強いから、少年ジャンプでこれやっとったのおもろいな。だし、そもそもシティハンターってなんやと。重めの銃持ってドンパチしとるけど、こいつ何者なんやとか、前情報が全くない状況でまず実写版から見たわけなんでね、新鮮な面白さなんかもあったんだけど、まあ、この実写版のシティハンターは現代の世界にサイバーリョウがいたらこんな物語なんじゃないかっていう作品になってるから、時代設定もね、この今の現代の新宿の歌舞伎町っていうのを舞台にしてんのよ。だその辺はね、原作ファンの人からすると激アツなイフ設定なんじゃないかなと思うんだけど、今回もね、この実写版シティハンターについて語っていきたいなと。でまあちょっとネタバレする部分はあるんですけど、まあ最後の展開とかは伏せで喋ろうと思うので、まだ見てない人はね、ぜひともネットフリックスでシティハンター見てみてください。よ、原作知らんのに原作の再現度すげーって思っちゃうぐらい鈴木亮平さんがハマってんのよ。どうやらその鈴木亮平さんがね、舞台挨拶かなんかで言っとったけど、その小学生の頃からシティハンターがめちゃくちゃ好きで、やっぱいつかシティハンターを演じたいみたいなこともね、以前からインタビューでおっしゃっとったらしいから、念願かなってのシティハンターのサイバリを演じるっていうことで、やっぱね、鈴木亮平さんの役の入り込みが凄まじいのよ。単純にさ、ビジュアルあんま似てないじゃん、顔あんま似てないじゃん、実力でサイバリに見せてるっていうところがめちゃくちゃかっこいいなと思って、で役者やなって思ったし、それ以外のね、キャストの人たちがとにかくめちゃくちゃいいの。相棒の香織を演じている森田美里さん、全裸監督でもおなじみのね、今朝ドラのメインキャラクターも演じてますけど、森田美里さんもめちゃくちゃいいよね。現代の世を舞台にしてるんだけど、言っても作品自体はやっぱバブルの時代だから、今の歌舞伎町が舞台なんだけど、雰囲気めっちゃバブリーなのよ。そこのこうバランス感覚なんかを見ると楽しいし、時代を感じる雰囲気もあんのよね。でそこがこうキャスティングなんかも多分相マットって、なんか安藤正信とか木村文乃とかさ、ちょっとバブリーな雰囲気あるじゃん。かと思ったらね、なんか東横キッズとか、今回重要なキーを握るね、ミルクちゃんっていう女の子とかはすごい現代一個みたいな感じだから、漫画実写だから成立してるなっていう。でそんな鈴木亮平さんが演じる主人公のサイバリョウことシティハンターがね、夜の歌舞伎町でね、一人たらずみながらもっこりの歌を歌っているという始まりですよ。でこのもっこりが俺てっきりチンチンかと思ったら、あれおっぱいなんよね。白もっこりちゃんだーって言ってるんだけど、あ、もっこりってのこっちなんや。このギャグの感じもさ、なんかこうちょっと昔っぽいじゃん。もっこりの歌って。これがまあそのとある依頼を受けてね、サイバリョウが相棒の牧村と一緒にね、ある少女を救出するっていう作戦中なわけよ。この依頼っていうのをなんか新宿に貼ってある掲示板みたいなのに XYZ から始まる文言で依頼文を書いたら、それをシティハンターが解決してくれるみたいな感じらしいんだけど、やっぱ俺見てもわからんかったんだけど、シティハンターってマジで何なん？よろず屋みたいなこと？なんでも屋みたいなことなんかな？ざっくり探偵みたいな感じので思ったんだけど、その掴みどころのない、いやもうとにかくシティハンターなんだっていう有無を言わせない肩書き感が多分今作の魅力なんだろうなって思うんだけど、まあだから俺がそのジャンプの経緯で言うと、銀玉とかスケットダンスとか源流なんだよね、多分シティハンターって。だから俺ちょっとこうルパン三世みたいなノリなんかなって思ったら、どちらかというとちょっともうちょっと下ま、だからリョウさんだよね、こっち亀のリョウさんみたいなところもあるんだよな。お騒がせ街の愛されキャラみたいな感じで歌舴町を拠点にしてるから、その歌舴町のスナックであったりキャバクラであったり、もう歌舴
舞伎町が庭なわけよ。だからこの女の子を救出している中でも、そのスナックのママとかとね、こう、雑談みたいなのを交えたりして、あ、りょうちゃん来てくれたのなんか言ってるわけ。だからすごい愛されてんのよ。だからそのね、歌舞伎町って言ったらさ、夜の歓楽街でさ、日本の人でさ、めっちゃ怖いイメージあるじゃん。でもなんか、サイバリオのスコープで見ると、下町感なんかもあるんだよね。あの歌舞伎町でさえ。あの前半すごい好きなんだけど、で、この事務所でね、女の子を救出するっていうところでも、まあ明らかにヤクザな事務所よ。で、女の子が集められてるわけで、それをね、窓ガラスバーンぶち破って、さっそと現れるわけよ。で、ここでもう怒涛のアクション。このアクションがめちゃくちゃかっこいい。ヘラヘラしながらやんの。あーもうやめとけって。あーもう、とか言いながら。これがやっぱね、鈴木亮平さんだからだなって思うんだけど、やっぱ、でも本来、サイバリオって、言ってもちょっとこうスマートな男みたいなイメージなんだけど、やっぱ鈴木亮平さんってごついじゃん。で、明らかに筋肉 もうガチムチなんよ。なんだけどやっぱガチムチじゃないと、強くないから、あのガタイを誇ってるからヤクザの奴らをあしらえるっていう、見て取れる説得力がまずあるから、そのアクションに何ら違和感ないわけよ。ノールックでリボルバーぶっ放して敵の銃破壊するみたいな、もう意味わからんわけよ。前半、もうそのオープニングクレジットバーン入るまでのこのオープニングシーケンスでサイバリョウがいるって思わせるその存在感がまずは俺めちゃくちゃ食らって、でまあその女の子をね救出しようとするんだけど、この子がなんかどうやらその謎の薬みたいなの影響で常識離れした身体能力を持っとって、この薬がおそらく謎の組織の陰謀によって作られているっぽいと。でこの薬によってこの歌舞伎町では近年何人かの人間が突然凶暴化して多くの人を襲っていると。で何日か経つとこの凶暴化した人間が死体として発見されるっていう、まあおぞましい連続開始事件が起きてるわけよ。でこの女の子もおそらく同じ薬を打たれてるんだけど、彼女はどうやらその薬を打たれてなお凶暴化せずに自我を保っているっていう稀有な存在で、だからこの薬を開発した謎の組織っていうのにも追われてるわけで、この設定もなんかさちょっとこう昔っぽいじゃん。2000年代の洋画みたいな懐かしい古臭さがあるのよ。でこの謎の組織ってのがなんかユニオンっていうね、だからそのキャプテンアメリカでいうハイルヒドラ、ユニオンと共にって言ってこいつらがまあ暗躍していると。でこの謎のユニオンっていう組織からこの女の子を守るっていうミッションをねサイバリョウはこなしていくんだけど、その中で相棒の牧村の妹である牧村香織っていう女の子と出会って、彼女とこの女の子の救出っていうのをしていくんだと。でこの香織がね、まあ、いわゆる、もうほんま一昔前のヒロインって感じやから、結構前半鬱陶しいのよ。お前その何もできんくせに私が調査するとか言って一人でやって、で、どうせサイバリョウにお世話になるわけよ。お前動くなお前。でもそのイラッとするところで毎回サイバリョウのギャグシーンが入ってくんのよ。で、このバランスが俺すごい好きで、あれがずーっとシリアスな雰囲気だったら、さすがに香りうぜえなってなるけど、ちゃんとサイバリョウがポンコツな表情を見せてくれるから、香りがこうツッコミに回れんのね。うざいだけじゃ終わらせない。ちゃんとツッコミ役みたいなのを与えることで役割を与えるから見やすくなるし。で、やっぱね、後半そのね、とあるこう、まあ、敵のアジトに潜入するときに香りがね、すいません、誰かいますか？そんなん言うな。潜入しろよ。なんでその、玄関から堂々と、もちろん誰かはいるからさ、襲われるんだけど、怒涛のアクションよ。敵の本拠地でサイバリョウがね、リボルバー空手にバーぶっ放すところでも、めっちゃいい働きすんの、香りが。ただの無能な鬱陶しいキャラじゃなくて、ちゃんと助手として働けるんだっていう。ただここのアクションも意味わからんよ。一人でもう50人ぐらい相手にするんやけど、もうサイバリョウがもうなんか一発の銃弾で6人ぐらい倒すんよ。何が起こった今。お前エンゼルダストやっとるやろ。人知を超えた身体能力でバンバン的なぎ倒していくのね。ほんでそのボスのところまで行って追い詰めたと思ったらね、なんかベジータみたいな培養液が入ったバケモンがバー出てきてクマちゃんって対決するみたいな。そのアクションがやっぱすごい楽しいから、欲を言えばもっと肉弾戦のアクション見たかったなっていうのはあるの。やっぱ前半の事務処理のアクションかっこよすぎたから、ああいう蹴り技殴り技をもっと鈴木亮平さんのサイバリョウで見たかったなっていう欲はありつつも、ただやっぱね、サマンなんだよな。だからなんかその歌舞伎町のナイトクラブでミルクちゃんってあの女の子をね連れ去っている謎の男みたいなのがいて、この男をバーって追い回すところで大量に人がいる、うぞうむぞうに人がいる中で人がかき分けながらね、この男がミルクちゃんを連れ去ってるんだけど、これでそのまま行ったら逃げ切れんのに、一旦止まって振り返ってサイバリョウと目合うのよ。何しとんねんお前、行けよ、逃げ切れとったやんお前。わざわざ止まって振り返ったもんやからサイバリョウとバッチリ目合って、ほんならサイバリョウ人混みん中よ、めちゃくちゃ人いんのよ。急にリボルバーバー取り出してバーン撃つのね。銃弾が綺麗に人混みをかき分けていって、ここのシーンめっちゃかっこいいんだけど、俺は敵の肩バーン撃ち抜くのよ。めっちゃいかついの。
だからもうそのこのシーンをやりたいから一回敵は止まって振り返るわけよ。だからもうそのいかにサイバリオをかっこよくするかっていうところに全振りしているから、ツッコミどころとかめちゃくちゃいっぱいあんのよ。まあサイバリオかっこいいからオールオーケーになれちゃうっていう、これがまあシティハンターの魅力なんだろうね。だからこの拉致られた少女がね、ミルクちゃんって女の子なんだけど、いわゆるこうトー横キッズなわけよ。コスプレも趣味で TikTok とかで自分のコスプレ動画なんかも上げてんの。だからある化粧品会社からコスプレイベントに出演してくださいっていう DM 来んのよ。でこうこれが結構でかいイベントだからコスプレイヤーとしてね一花咲かせるんだよ、大チャンスだって言って、敵に追われているけれどもサイバリオがボディーガードとしてやってくれるからコスプレイベントに出演するっていうくだりがあるんだけど、まずそのトー横キッズに仕事を振るな、トー横キッズに仕事を振るイカレ企業、バカなんか。多分このコスプレのくだりは香りにハンマーも出したかったんかなっていうのがもうそこに尽きるんかなって。でもこのコスプレイベント中にまんまと襲われちゃうと。だからこのユニオンのやつらはさ、なんか首に爆弾みたいなの仕掛けられとって、なんか失敗とかミスしようもんならピッ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 ってこの爆弾が爆発すんのね。めちゃくちゃ恐ろしいじゃん。ただなんか俺この手の爆弾で毎回思うんだけど、そのピッ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 いらんやろ、スッと爆発せえよ。その今から爆発するよーの時間いらんって。アタッシュケースみたいなのに爆弾があったりするんだけど、ピッ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 のところで大体気づくやろ、やばって。あれもピッ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 があった方が俺たちはワクワクするもんな。こういうのもすごい古臭いわけよ。今の時代にピッ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 爆弾だ。その爆発する前に毎回ねユニオンと共にってこう敵の奴らが言うから、ユニオンってのがおそらくこう謎の組織なんだってのがわかるわけよ。ほんならそのサイバリオに電話しながらね、木村文乃さん演じるサイコっていう女刑事がね、奴が死ぬ前に一言ユニオンと共にみたいなことを言っていたわ。でもわからない、やっぱり手詰まりよ。手詰まりじゃないよ、ユニオン調べろ、大きな一歩やろ。謎のベールに包まれとった組織ユニオンって分かったんやから、そのユニオンを必死で調べるのがお前らの仕事やろ。なんでか知らん、急にサジ投げるよ。あ、もう分からん、ユニオンと共にって言われたけど分からん、あとは任した。ただまあそこが分かっちゃうとサイバリオのデジロがなくなっちゃうから、例えばある程度警察には無能でいてもらわないとサイバリオがね引き立たないから。やかましいね、ツッコミどころなんて言い出したらきりないんだけど、まああくまで漫画ですから。あえてなんだろうけど、あのミニクーパーを運転してるシーンとかもすごいこう CG 臭いというか、外で映像を流してまるで運転しているかのように見しているっていう演出になってるのね。でこれが多分明らかに狙ってやってると思うのよ。あえて漫画臭くやってんのね、絵作りを。だから見てる俺らもそんなマジにならずに見れるっていうか、漫画だなって割り切って見れるわけよ。もう嘘だなって割り切って見れる。だから外に出て歌舞伎町を見ても、あ、この歌舞伎町にサイバリオはいないなってちょっと寂しさなんかもあるぐらい、全然別物として見てたんだよな俺は。サイバリオがトー横キッズと全然絡みがないのよ。で俺てっきりさ、そのやっぱ歌舞伎町を庭にしている男だから、トー横キッズともある程度こう親交があって、シャーロック・ホームズがねベイカーストリートのホームレスを調査に使ったりみたいな感じで、困った時にこうトー横キッズのコミュニティを使ったりする展開なんかもあるんかなって思ったけど、そんな感じではなくて、そこは結構その俺世代感を感じたっていうか、ちょっとサイバリオがねやっぱおじさんなんだよね。でもなんかそれはシティハンターという作品がそもそも、まあ、言っちゃうとまあおじさんじゃん。現代のネット社会ながら SNS とかを一切使わないっていう、そのなんかこうハードボイルドな感じがシティハンターだと思うから、サイバリオがツイッターしてんの違うもんな、サイバリオが TikTok するのやっぱちょっと違うもんな、やっぱアナログな依頼方法を受けるのがサイバリオだもんな。現代の世にアップデートされたサイバリオがいるんではなくて、現代の世にバブルのあの頃のサイバリオがいるっていうところが、結構この実写版の絶妙なバランス感のおもろいところだと思う、とも思うから。だからシリーズ化したらね、めちゃくちゃ見たいし、鈴木亮平さんはめちゃくちゃ乗り気っぽいから、続編あったらね、楽しみにしてるけど、まぁ、ちょっとこう、お話の展開的にね、今作はその相棒の香りとの馴れ初めっていうのが焼かれとったから、そこが一個難しいなって思ったのは、そのミルクちゃんが後半からちょっとおざなりになっちゃうのよ。香りの復讐に行くのと、ミルクちゃんを救出に行くっていう2個の目的が乗っかってんのね。それをどっちの方にウエイト置いてみるかによって変わってくるんだけど、で俺結構ミルクちゃんがすごい良くて、ミルクちゃんのところを掘っていくんかなって思ったら、結構香りの方に行ってたから、割とこうラストの方とかミルクちゃんは何とこうあっさり終わるじゃん。ちょっと散っちゃってた感はあったかな、強いて言うならね。
だからまあその言ったらあれだけど、ミルクちゃんは殺しちゃってもよかったのかもなとも思う。なんかいっそのこと香りの完全復讐一本で行った方が見やすさはあったかも。でもまあ死んじゃったらね、さすがに悲しすぎるもんね。ただまあ何回も言うけど、そんなハードルを上げずに、もう本当に楽しいエンタメ映画だと思って見てほしい。鈴木亮平のサイバリョーが良すぎる映画なんで、それをメインとして見てほしいです。後の展開とか作品の細かいツッコミどころは鈴木亮平で許してあげてほしい。ネットフリックスで絶賛配信中、シティハンターおすすめです。ということで今回はシティハンターを語りました。以上、おきとゆきでした。バイバイ。ネットフリックスさんの試写でね、見させていただきましてね、東方シネマで新宿だったんだけど、やっぱ試写だからいろんな人もいたのよ。で、まあ俺もさ、俺のこの自意識によってね、声吐きられるかなとか、バレちゃうかななんていう、ね、ちょっと思いながらさ、映画館で席座っとったら、すれ違いざま何人かの人がさ、起きたんですよねとか、起きてよぎさんですよね、動画見てますとかって話しかけるんじゃなくて、すれ違う瞬間に耳元でボソッと、起きた遊戯って言ってどっか行くのよ。ファイトクラブか、起きた遊戯、え、雑踏の中に消えていくんよ。もうほぼユニオン、起きたよぎと共に声かけて、全然いいから、その耳元でボソッと聞こえるか聞こえんかで言うぐらいだったら声かけてください。舞台挨拶もね、舞台挨拶も素晴らしかったね。鈴木亮平さんがやっぱりシティハンターのサイバリをずっと演じたいって言っとって、これまでの集大成だって自身でもおっしゃってたから、やっぱこれまでね、変態仮面とかね、俺物語とかね、漫画の実写作品とかを見事に演じきり、そしてもそのストイックさなんかでも話題になってね、天皇の料理番だったかな、ドラマかなんかではね、ガリガリに痩せたりなんかもして、そのウェイトっていうかフィジカルを役によって自在に変えるっていう、ハリウッド的な体作りなんかもね、結構鈴木亮平さんはストイックな人だから、そのこれまでやってきた役っていうのが全部このサイバリョーにつながっていくっていうところでも、なんか鈴木亮平のアッセンブル感もあって、なんか多分見た人全員鈴木亮平好きになると思う。あとまあ僕は木村文乃さんが個人的に大好きなんで、木村文乃さんもっとね、あのファブルでのアクション的なね、木村文乃さんのアクションももし自作あったら見せてください。